でゆたぼも学校行かないで「おい学校なんか行かなくていいぞどうせろくなとこじゃないんだから」って中も見ないでね言ってるのと同じ立ち位置にいないかこれって結構危険なことだとは思うんだけどそこはどう思うんまあそうですね、うん、本当にに危険なな状態になったら行かなくていいいっていうのは俺も同じ意見なのゆたぼんと。 でそこは絶対そうだと思うの無理して学校行って自分を追い詰めるぐらいだったら一旦間を空けてでやっぱり周りに相談できる人にちゃんと相談してちょっとずつ直していかなきゃいけないじゃない原因が何なのかっていうのをちゃんと分かっていかないとそこをちゃんとやるべきなのは一回逃げるっていうのは同じ事件なんだけどそこの現状だよねうん何が行われてるかっていう。一回行ってみるのもあるかもあかしれないです、ね、お